ハワイ大学のダン・ボイラン名誉教授ですハワイは多様な人が集まっている社会ですオバマ大統領はハワイ出身ここで学校に通いましたハワイでケイキ・オカ・アイナというように大統領はここで生まれたんですそれは島の社会には大事でとても大きな誇りですどこででも感じられます2008年や2012年の大統領選で他の候補には全く勝ち目はありませんでした ハワイの有権者なら3度目だってきっと選出しましたよ間違いなくでも政治に関しては国全体で世代交代が起きていると思います毎年新聞に載る議員の顔写真を見ると全然違う人たちですハワイ州議会議員候補のパトリック・シェイ氏ですオバマ大統領の希望のメッセージに元気をもらいました私たちの過去を貶めるわけでなく過去を振り返るより前向きなので 国として州としてどれだけもっと良くなれるか本当に考えさせられましたハワイはヒラリー・クリントンでも何の問題もないですよバーニー・サンダースを支持していましたがサンダースはクリントン支持になったのでクリントンに投票しますアメリカ初の女性大統領を選出するのにすごく興奮していますほぼ確実にトランプには投じません 共和党そのものがハワイでは存在しないも同然です議席が一つもない共和党の州知事はこれまで二人いましたがどちらも穏健派でしたハワイの一部にはあまりにも民主党に偏りすぎていると不満な人ももちろんいます共和党支持者のグレッグフットさんです 僕たちはハワイ州で少数派です。ドナルド・トランプはアメリカの何かを揺るがし、アメリカ人がもはや存在しないと思っていた何かを問題提起しました。だから僕たちはとても興奮しているし、これまで投票したことがなかった人たちも大勢、今回は共和党の政府大統領候補に投票すると思いますよ。 <music> みんなハワイを一番の誇りに思っているはずです太陽でも波でもなく美しい景観や温暖な気候でもありませんハワイの人類れなこの島の住人を誇りに思っているはずです